サブタットは、クロアチア、ドゥブロブニクネレトワ郡にある町で、ドゥブロブニクの南15キロメートルのアドリア海沿岸に位置し、コナブレ基礎自治体の中心である。サブタットは、クロアチアにある町の中でも長い歴史がある場所である。原型は、紀元前6世紀にギリシャ人たちによって、エプダウロスと呼ばれる都市が築かれた時に遡る。 エピダウロスの名は、ペロポネソス半島のアスクレエピオスを守護神とする、エピダウロスにも見られる。周辺部には、イリュリア人たちが住んでおり、サブタットのことを、ザプタルと呼んでいた。エピダウロスの名が変わったのは、紀元前228年に、ローマ帝国の支配下になってからである。東ローマ帝国、ユスティニアヌス王朝、第二代皇帝である、ユスティニアヌス一世は、ゴート戦役時、 戦艦を送り込み町を占拠した。7世紀に入ると、アバールやスラブ人により略奪や破壊に見舞われる。中世、町はラグーサベッキーアとして再建されている。しばらくして、近隣の強大なラグーサ共和国の影響下に入った。今日のクロアチア語での町の名となっているザブタットは、古くからの由来とドゥブロブニクとの関係を表している。サブタットは、ラテン語で、 旧市街を意味するティビータスベトゥースから来ている。現代のザブタットは著名な観光地として多くのホテルやプライベートホーム、貸しアパートや貸し部屋が立地するほか、海沿いにはレストランやショップが林立している。フェリーによって近隣のムリニやデュブロブニクとも結ばれている。ありがとうございます。